経済的解放の党資の党員たちのデモ行進経済的解放の党資は南アフリカ共和国の政党。2013年8月17日決闘。アフリカ民族会議の青年同盟のリーダーであったジュリアス・マレマが ANC を離脱して F を立ち上げた。マルクス・レーニン主義の党と自己定義し反資本主義を掲げている。また、黒人から 不当に奪われた富だとして白人住民の資産を摂取して黒人に返還すべきだと主張している。党首名を最高司令官としているが、この政党に軍事部門が存在しているわけではない。また、党員や幹部は皆赤いベレー帽を被っている。ANC の腐敗や汚職に失望しているアパルトヘイト時代を知らない黒人の若者たちの間で急速に支持を集め、 2014年5月に行われた総選挙では会員400議席中25議席を2019年5月にはさらに増やして会員400議席中44議席を獲得した最高司令官のジュリアス・マレマは過去に白人に対するヘイトスピーチをしたとして有罪判決を受けている。また、この党には性差別の問題があると指摘されている。ANC は 隣国ジンバブエのムガベ政権の与党、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国先生が、ANC の不安定化を狙って、F を支持していると非難している。F 党首のマレマが2019年3月上旬に、ベテラン女性ジャーナリストのカリマ・ブラウンのプライベートな電話番号を、自身のツイッターアカウントで勝手に晒した。結果としてブラウンが、F 支持者と見られる人々から、レプや、 殺人の脅しを含む多数の脅迫を受けるという事件があった。ブラウンは本件に関して警察に告発を行うと、ともに選挙委員会に不服を申し立てた。VBS 銀行のスキャンダルが発覚した際、F 投手のジュリアス・マレマや副投手のフロイド・シバンブの親族を通じて、資金の一部が不正に F に流れた疑惑が持たれた。ありがとうございます。